どこ、ちなみにどこに入ってるのかだけちょっと今教えてくれると。ダメでしょそれ。9時になってないよ。大人も子供もお姉様、ごきげんよう。ゴールド。そして、ピョピョ、ピョです。ということで、第2村での1日がスタートいたしましたということで、いやお兄さんお兄さん、ちょっといいくじあるよ。引いてかない？ちょっと待って、まず、その見た目は何なの？でも今回俺はね、うん、夏じゃないですか。そうだね、夏だね。だからね、ピオにもうとっておきの祭りくじってのを用意したんで、うん、おぉ、ちょっと早速ね、ちょっとその祭りくじを引いてもらおうかなと思います。ちょっとこっちに来てください。はい。実はもう作ってあるんですよ、祭りくじを。マジか、ワクワクだね。こちら。お、そう、これね、おぉ、3×4 の、まあ、12個のこのマスがあるんですけど、すごい。そう、この中にスコップで掘ってもらったら、うんうんうん、まあ、いろんな景品が入ってると。なるほど、うん、で、その景品の中にはなんと、うん、なんと10万ベル袋、おお、マジ入ってたりとか、お、あとはね、当たり券引いたら、お、特賞なんと Wii U。 マジ、うん、Wii U 入ってます。それはやばい、熱い。そう、動物の森内の Wii U ゲットすれば、うん、無人島脱出ゲームっていう、うん、まあ、別のミニゲームも遊べるから。すげえ、欲しい、うん、その Wii U も、しかも非売品だからね、 Wii U。 マジ、うん、マジで欲しい。他にもまあ豪華景品などまあいろいろあるんで、うん、まあ、ちょっと引いてもらおうかなと思います。おっしゃー、じゃあ早速引いていこう。うん、あー、ちょっと待って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 、1回、1万ベル、1万ベル、うん、1万ベル、うん、ちょっと考えちゃうな。でも Wii U 欲しいしな。ちなみに今何万ベルぐらい持ってんの？今6万ベルぐらい。あ、マジで？うん、まあまあ、別にその全部引いてもらってもいいし、まあちょっとね、うん、お金節約して、まあ全部使っちゃうとね、うん、まあ、もったいないんで、うんうん、まあ本当に中にはゴミも仕込まれてるんで、ゴミ、うん、損する可能性もあるから。なるほどね。ほ、うん、本当にこれそもそも当たり入ってんの？もう敵やってしてんのさ闇しか感じないんだけど。入ってますよ、それ。本当に入ってますから。闇を俺がちょっと暴いていきたいと思います。じゃあちょっとやりたかったら一回ちょっとここにね、1万ベル袋落としてってもらえれば。じゃあまず。ちゃんと金払わないとダメだからね。うん、まあ世の中のね、設備でね。はい。あ、ちょっと待って、確認するから。ああ、1万ベルね。はい。はい、あ、じゃあいいでしょう。はい、じゃあ一回引いてください。よっしゃ。どうぞ。好きなところ。すげえ悩む。欲しい。あ、違う、当たり券が出れば Wii U だから。Wii U、当たり券、うん、どこ、ちなみにどこに入ってるのかだけちょっと今教えてくれると。ダメでしょ、それ。くじになってないよ。なってない。え、くじ運な、ないからな、すっげえ悩む。はい。じゃあちょっと、うん、右上隅小目ということで、ここに行きたいと思います。あー、それね、OK、はい。はい、いいですよ。せーの、うい、はい。あ、来た、え、あ、それ、はい。ひげメガネ。ちょっとつけてもらいましょうかね、じゃあ。ひげメガネってパーティーグッズじゃん。おぉ俺の方がうさんくさくなった、そこで。いやー、それちなみにね、うん、多分数百ベルで買えるから。マジ？うん、外れですね。残念ながら。マジか。ちょっと待ってよ、1万ベルの対価が。これ？ちょっと待って、もう一回。ああ、いいよ。もう火がついちゃった、俺。もう一回やらせてくれ。はい、OK ですね。はい、いただきました。はい、どうぞ。推移していこう。うん。ここに、ハズレを置いたってことは、はいはい、うん。マインスイーパー的に考えると、この上下左右にいいのが隠されてる可能性が高いと思う。うん、あ、なるほどですね。うん。あ、すごいじゃん。そういう考察の仕方ね。そう。なので、多分、うん、ここかな、この下の。はい。じゃあ行くわ。どうぞ。うわっ、来た、うわっ、10万ベル。すげえ、取られたー、やったー、取られたー、マジか。10万ベルってことはもうここの不二雄。いや全部引くのは全部で、最初の予算からさすがに全部取られちゃうとね。なるほどね。おっしゃー、はい、ちょっと勢い乗ってきたよ。まあ残り4万ベルってことで、まあいいよ、4回やるか別に。まあもう10万ベル引いたからね、ここからマイナスになって可能性もあるからね。ちょっともう一回やらせてもらおうかな。じゃあ、いやマジか、早いよー。早い？ああ、今マイナスだもんね。俺もこれで勝つことありましたからね。はい。いただきました。じゃあ、次はね、多分、うん、
ここにいいの置いたってことは多分ね、これやっぱマインスイーパー理論でやっぱね、このね、上下左右はダメなんだよ、焦るなんで。となると、ここだな、右上。はい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 。なんとなくね、はいはい、右上のね、部分って、はいはい。あ、でもこいつはこいつ今ここ立ってたよ。ここ、あいつを信じるか。うん、今の気づいたけどさ、すげえシャツ着てる。とんでもないシャツ着てる。なるほどね、ここか。あ、まあね、そいつが立ってたから。なんか、願掛け的な。そうだね、ちょっとここを信じてみるわ。うん、行くわ、ここで。はいはいはい。俺も覚えてないんだよね、マジで。お、あ、え、あ、来た。って家具。それ何？巨大アギ。ああ、それレアだよ。え、レアなの？当たり当たり当たり。それあの、3DS の動物の森ハッピーホームデザイナーっていう、うん、ゲーム連動しかもらえないっていう。マジ？普通じゃゲットできないです。マジ？あ、それ当たり当たり当たり。超レアじゃん。巨大ですね。アギ？そう、巨大アギ。アギなんだ。めちゃくちゃバカでかいアリ。家具家具家具。タピオの部屋の中ね、ほぼほぼ埋め尽くされるアリ。そんなでかいアリなの？うん。じゃあちょっと、なんだろう、喜んどくよ。超嬉しいわ。残り3回がな。おさらいしよう。まず、ハズレ、大当たり、うん、まあ、大当たりか。うん。ああ、どうぞ。だ、結構いいでしょ。正直ね、いい。もうすでに10万ベルゲットしてるから、心の余裕はあるよね。うんどんどんなんか俺はちょっと汗かいてきてるな敵屋のやっぱ闇を暴かないといけないから。え、全然闇ないよ。闇ない、闇ない、光シャイニーじゃあもう一回やらせてもらうわ。まああと一応ね、まあ、3回分ぐらいは余裕があると。じゃあ行くぜ。じゃあはい、じゃあいただきますね。はい、どうぞどうぞ。はい、ここで巨大ヤギ当たりが。でもあーでもなんかどうなんだろうな、ね、一つ言っとくけど、うん、俺マジで何も考えずにやってるから、俺もね覚えてないんだよ、どこに何があるか。あ、そうなの。うん、全然覚えてない。言う欲しい。でもやっぱここっぽいんだよな、なんか上っぽいんだよね。あー上ね、なんか最初の方にいいの起きそうなんだよな。いや、あーでも俺下からどんどんやってるから。下からやってんの。うん、あーちょっとここもヒントになってくんな。下からやってて、ここに10万ベルだから。あ、待てよ。あ、じゃあここら辺だな。ここら辺に当たりありそうだな。まあまあ確かに最初の方ね、結構あのいいもんとかね埋めてたかもしれない。かもしれない、うん、俺マジで覚えてねえんだよ。仕込んでからさ、ちょっと時間食ってるから。なるほどね。外れ外れ、当たり当たり。あ、もうやっぱここだ。ここ一番最後に一番いいのを仕上げとく。これだな。じゃあ行きます。ういっ、おっ、おっ、あー、おっ、来た。やったー。うい、当たり券。マジか、すげえ。じゃあ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 、まあしょうがないですね。じゃあちょっとあのいいアドで渡すんで、ちょっと今手持ちなかったんで。あ、手持ちなかった。よくあるこれパターンだけど大丈夫。いや、あるあるだけど大丈夫。手持ちがない。あとで発送しますね。大丈夫、いつ来んの。3年後ちゃんと来るこれ。いや、マジか。え、でもすげえ。さっきゲット、いや最近ゲットしたばっかなんだよ。あ、そうなの。うん、超嬉しいんだけど。Wii U でしょ。ちょっと今度うちに、非売品だからね。ほんと？ちょっと今度うちに遊びに来なよ、Wii U。ヤギにおいで。いやー、取られちゃったか。あ、まああと2回。あと2回。ああ、いやもうほとんどが当たり引かれてんじゃん。すごいね。当たりしかない。うん、光くじ。じゃあはい。はい。じゃあいただきますね。いやもうだいぶ、だいぶもうきついなー。じゃああと2、まあ1回。まあ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 、いろいろちょっともう本当に僕、覚えてないんで。俺もう分かったわ、これパターン。パターン分かったわ。なんか取られ、なんかパターン、なんか分析されてきすんな。分析してるわ。多分ね、横1列ごとに当たりが1個入ってんだな。当たりの剣がもうこの列には入ってました。はいはいはい、で、上から2個目は巨大槍が当たりだったので、はいはい、だからここに外れが入ってたと。うん、あ、じゃあ、ここで3分の1を狙うと。そう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 。あ、なるほどね。で、パターン的に見ると、やっぱ両サイズにあるから、多分真ん中かなって。うん、あ、なるほどね。真ん中行こうかな。はい。ちょっとここで行きます。いどうぞ。あれ？ん？お、来た。お？はい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 。ちょっと待てー。花火の燃えかすでございます。これうちにさ、あったよね。燃えかすあったよね。外れでーす。マジか。ラストだけどいいの？ラスト1回だよ。マジか。じゃあ、はい、ラスト。ラストいいよ、1回。マジか。真ん中ダメだったのか。真ん中にはじゃないんじゃないのかな。これはフィーリングでいこう。ここだな、ここ。はい、これ。ああ、いいよ。はい。
じゃあいきます。ラスト、ラスト当たりを引けるか。え、はい、お、あ、当たりです。当たりなの？100株って書いてあるけど。100株。そう、だからもう要は宝くじみたいなもん。宝くじ、その日曜日の午前中にかぶり場っていう、うん、まあ、ばあさんが来るの。でそいつが株を売ってくれるんだけど、うん、その株を、アールパーカーズかなんかに売れば高値で買い取ってもらえると。で株だから本当に現実の株と一緒で、はい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 、高くなる時もあれば安くなる時もある。あ、これ食べ物じゃないんだね。それを1万ベル以上の時に売ればでプラスになる。今1万ベル払ったじゃん、うん、だからまあまあ外れとは、全然外れじゃない、もう100ベル以上で売れればプラスになる。そうだね、しかもそもそもそうだよね。ただ1週間で腐るから、ああ、え、あのちょこちょこ気をつけないといけないってことか。ということで、まあ、全部ちょっと引かれたけども、ほぼほぼ当たり引かれたな。いや、思った以上に嬉しい。じゃあちょっと答え合わせしようか。一応ちょっとこの中何が入ってたのか。そうだね、気になる気になる。じゃあちょっとこっからまず見てみましょう。こちらでございます。なになになに、これはですね、保つの写真。保つの写真、あの保つっていう、うん、昔俺の村にいたゴリラがいいんだけど、うん、あ、ゴリラの写真いらねえ。一応非売品。非売品、あ、そう、うん、で、ここは、ここは、こちら、これですね、あのポーチ。ポーチ、あ、うん、ポーチなんだ。あ、これははっきり言ってゴミです。危ねえ。もう今やったら使えないやつ。じゃあ次こちら、はい、こちら、はい、お、黄色いスティックライト。あ、すごい当たりっぽい匂いがする。これはね、黄色いスティックライトはこう使うと、え、いいじゃん、光ってるライト。え、めちゃめちゃいいじゃんこれ。まあこれはイベント限定なんだけど。あ、そうなんだ。まあそのイベントさえやれば、まあ、安くゲットできると。なるほどね。はい、こちら、はい、腐った株です。あの1週間放置した腐った株。これもゴミです。もう売るの忘れちゃったやつだ。だとラスト2個ね。でここ、お、吹き出し花火。吹き出し花火、まあ夏だからね、うん、これ吹き出し花火っていうのはこうやって持つとこうやって花火が遊べると。え、え、あ、え、すげえ。そうそうそう、これ欲しいんだけど。これちなみに夏の間売ってるから。あ、うん、燃えかすになった今。あ、もうこれで終わり。終わり？超安く買えるから。あ、これもハズレですね。ハズレ、面白いんだけどハズレ。で、これラスト。ここ。ラスト。何が来る？うお、お？肥料。肥料？やべえ。ただの肥料です。1万円分の肥料だよ。そうそうそう。ということですね。見事にね、マジ10万ベルと巨大槍とあと、Wii U。当たりをことごとく引かれた。すごいね、答え合わせして思ったけど、うん、すごいね、うん、よかったね、マジで。いや、ほんとにほぼほぼ当たり引かれたから、うん、大損こいたわ。どうしてくれんのよ。いやー、どうもありがとうございました。いい、いやもうほんとにさ。じゃあまあ一応最後にちょっと Wii U だけ渡すか。ね、きっちりやんないとね。あ、そうだね、動画で見られてるから、この敵は、敵発しちゃうよ俺が。さらされてっからな。ちょっと少しお待ちください。はい。じゃあこちら、おめでとうございます。お、来た。Wii U でございます。ありがとうございます。本当の Wii U って書いてある。しゃー。ああ、やられたー。やばい。マジで手に入っちゃった。くそー、Wii U。本物？ちょ、今度起動するこれ。本物、本物、本物。Wii V とかじゃない？いや、Wii V じゃない、Wii V。中国のパチモンじゃないから。じゃあ、本当に？いや、本物だから。いやー、取られたかー。マジで嬉しいんだけど、ありがとう。もうちょっと今度またリベンジするわ、くじ企画で。もっといいもん入れてくれよ。ぜひとも遊んでくれ、俺の Wii U。マジでプレイする。ああ、よろしく。ありがとう。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。いまだ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、終わらずゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。